はい。2004年1月11日からスタートする新しい大河ドラマ新選組、さまざまな男たちが激動の幕末を駆け抜けていきます。そんな熱き男たちをご紹介しましょう。近藤勇も多摩の男です。主役の近藤勇には香取慎吾、武士よりも武士らしく生きることを願う男を力強く演じていきます。かっこいい感じってなんかいっぱい新選組って言ったら想像できるんだけど、そのかっこ悪いところが見えるのがこの新選組のいいところかな。新選組、若き天才剣士沖田総司には藤原竜也。なんでいつも俺ばっか子供扱いなんだよ。剣が好きで剣術が好きでもっと上手くなりたいっていう気持ちは強い、人一倍強くて、それになる、そういう話になると真剣にバッていくっていう、なんかすごく僕は共感持てるところも多いし楽しいなとは思います。新選組、勇の親友で新選組鬼の副長土方歳三には山本浩二。かっちゃんはいつもまっすぐだな。土方歳三っていうものをどんどんこう奥までちゃんとこうなんか描いてるような感じがするので、すごく人間らしい。新選組、山口はじめ。滅法剣の立つ危険な香りのする男斎藤はじめには小田切丈。型にはまってない、なんかあまり流儀にこだわってない、とにかく殺すみたいな、そういう剣の使い方を、どうやれるかなっていうのはすごく楽しみにしてます。新選組、天地がひっくり返る。そして新選組初代筆頭局長芹沢鴨には佐藤光一。実際の自分の名前というのはあるんだけど、あえて自分の名前を鴨とつけるという、その生きさ加減というかね、掘り下げれば掘り下げるだけ魅力がある人だなというふうには感じますけどね。新選組、私の名前を覚えててくれてた。さらに新選組にはまだまだ熱き男たちが勢ぞろい。長倉新八と申します。画面所狭しと暴れ回ります。私の早合点でした。乗ってみたいにゃー、わしもあの船に乗って。幕末の英雄たちもドラマを熱くしてくれます。まずは皆さんおなじみ坂本龍馬には江口洋介。坂本龍馬っていう英雄じゃない、その英雄が、英雄もみんな、近藤勇もそうなんだけど、みんな普通の、若者だったという、みんなこう普通のお兄ちゃんだった。新選組、私は承知できない。新選組のライバル桂小五郎には石黒賢。断る。プライドの高さがゆえにちょっとこう抜けてるところがあったりして、それのおかしさみたいなところが出せたらいいなというふうには思ってますけどね。新選組、新選組は作り手も熱い。もし自分がタイガー描けるようになったら、もう本当に自分が楽しんでみたような、ああいうこう本当にもう1週間がもう次の週になるのを楽しみでしょうがなくなるような、そういうタイガーを描きたいなってずっと思ってたもんですから、今はねそういう機会をもらって、なるべくそういうふうにしようというふうにこう努力しているところですけども。新選組、そして音楽も熱い。明るいんですけれど、やっぱり少しこう人のその一生懸命生きてる様に心が打たれるような、見てる方がそれに金銭がね触れてしまうような、そういうようなところっていうのをうまくいけばいいかなと。今日は思い存分気持ち膨らまして歌えたんで、いい出来だったと思いますよ。今回のタイトルバックに使われる版画を作ったのは、熱き心を持った版画家木田康彦。京都はその商人の町も職人の町も、普通の住人も連綿とこの屋根でつながっていって、こっからここですよということがないんですね。非常に不思議な町だと思います。それを僕は絵で表現したいと思っています。熱き男たちが集う大河ドラマ新選組、2004年1月11日日曜日からスタート。どうぞご期待ください。